はい、どうも、皆さんこんにちは。ということで今回はですね、先日行われた山梨スポーツレクレーション祭の結果報告動画になります。今年ね、初戦になりました。ようやく今年初戦で100と200にねエントリーしてきました。あの400はいいんですかなんて言われたんですけど、400はあのもうちょっと心の準備がまだもうちょっと整うまで待ってくださいということで、まあ、今回はとりあえず100と200にねエントリーしてきました。でこの大会はあの一応風力とかもちゃんと測るし、車班もねちゃんと使って計測をするんですけども、非公認の大会ということで、なんか気持ち的にもね少しリラックスした感じであの参加できました。でですね、100と200は本当久しぶりだったんですけど、一応設定タイム、目標タイムを決めていきました。100は12秒8、まあ遅いタイムなんですけど去年実は僕ね13秒台でしか走れていないので、まあまあこれぐらいで走れないとまずいなっていう思いと、まあ自分の今の実力だったら全然それぐらいのタイムは出せるなっていうことで12秒8ということで決めまして、 200m はいつぶりだろう、2年3年ぶり、本当に久しぶりだったんですけど、まあ 200m も26秒5ぐらいは最低切らないとちょっとまずいかなと思って、200は26秒5っていうことを一応目標としてね、行きました。ですが残念ながら100m もね12秒90ということで0.1 秒足りず、 200m に関してはもう27秒0なんとかとか、もう本当にわけのわかんない、ちょっと200これは相当やばいなっていう感じだったんですけど、そんな感じでした。おまけに 100m 走った後ですね、もうトルソーをもう渾身のトルソーを決めたんで、もうあの足がもつれてゴール後に転んだりして、初めて転んだんですけど、でもはい、まあそんなこといろいろありましたけど、まあなんか久しぶりにね、なんかすごく楽しくなんかね走ることができたんで、まあそれはそれで良、まあ、かったかなというふうに思います。まあタイムはねちょっとあんまりダメだったんですけど、まあでも本当に自分の中の課題ですね、まあ、しっかり明確に見つかったっていうことと、いい部分もすごく見つかった、大会だったんで、いい部分はいい部分として残しつつ、次の練習でね一つ一つ、いろいろねこなして頑張って訂正修正していこうかなというふうに思います。この冬はですね、少し長めの距離、400のね、スタミナアップのためとか、まあ他にも、理由はあったんですけど、少し長めの距離を走っていて、自分の中で動きのね、その、なんていうのかな、荒削りな部分だったりとか、無駄な部分、力みっていうのが少し削れて、スムーズなね、ちょっと動きっていうのができるようになったかなっていうふうにね、思いました。また後でね、100メートルの動画はお見せしますけど、まあまあ、まだ全然ダメなんですけど、前よりもね、本当にその変な上半身の力みとかがなくなってきているので、まあここはこことしてしっかりね、残しつつ、またね、やっぱりそうは言ってもトップスピード出していくとか、加速区間だったりとかね、そういったことの練習もね、やっていきながら、またね、次の試合に挑んでいきたいなと思います。次の試合はですね、6月の16日の関東マスターズ、埼玉でね、行われる大会に100と、400エントリーしましたんで、もう行くしかないですからね。もう100は、まあ、もう当然今回の大会よりも、タイムアップを狙っていくんですけども、400に関してはね、もうとにかく最低限1分切れるようにね、頑張ってね、やっていこうかなというふうに思いますので、また関東マスターズも、参加される皆さん、ぜひねよろしくお願いします。ということで今日はね、そんな先日の大会の報告動画になりました。大会にね参加された皆さん、またね競技役員の皆さん、本当にね今人手不足で、役員の方々もですね、審判足りなくて大変なようなので、私もねできる限りお手伝いできる部分はしながらねやっていきたいなと思いますんで、またねこれからもよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、もう陸上やってて初めて転んだ。もう走って転んで擦り傷作って52歳とかもまして、でもまあ楽しかったです。はい。
6レーンは田中君、南アルプス M50。ただいまの風はマイナス 0.1 メートルでした。はい。6レーンは田中君、南アルプス、M50。